こんにちは。武生高校山岳部男子隊隊長の宇野雄介です。今年のチームの特徴は、1年生の頃からずっと仲良くやってきた4人で、困ったことがあればいつでも助け合えるということです。今年のチームの目標は、今まで精一杯練習してきた成果を存分に発揮し、上位に入賞することと、福井の夏の山を存分に楽しむことです。4人で力を合わせて頑張ります。